名古屋法務局は、名古屋市にある法務省の地方支分部局で、愛知県を管轄している。なお、局長は、管内の地方法務局を、指揮監督する。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、名古屋市、清須市、北名古屋市、西春葛郡、商業、法人登記は、名古屋市全域、西春葛郡、清須市、北名古屋市、日清市。 長久手市、愛知郡、豊明市、春日市,市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張朝日市、庭郡、市宮市、江南市、稲沢市、岩倉市、津島市、愛西市、八戸市、戸市,天市、海部郡、半田市、常鍋市、東海市、大府市、千田市、下郡を管轄している。地方法務局は、津市にある法務省の地方市分部局で、 三重県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、津市、亀山市を管轄し、商業、法人登記は、県全域を管轄している。館内市局、出張所岐阜地方法務局は、岐阜市にある法務省の地方支分部局で、岐阜県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、岐阜市。 かかみが市、山形羽島市、はし市、みず市、もと市、はし郡ぐん、郡を管轄し、商業、法人登記は、県全域を管轄している。管内市局、出張所福井地方法務局は、福井市にある法務省の地方市分部局で、福井県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、福井市、大野市、勝山市、 阿原市、堺市、吉田群を管轄し、商業、法人登記は、県全域を管轄している。関内市局、出張所金沢地方法務局は、金沢市にある法務省の地方市分部局で、石川県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、金沢市、河北市、白山市、野の市市、野見群、河北群を管轄し、 商業、法人登記は、健全域を管轄している。館内市局、出張所富山地方法務局は、富山市にある法務省の地方支文部局で、富山県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、富山市、中西川郡を管轄し、商業、法人登記は、健全域を管轄している。管内支局、出張所。 ありがとうございます。